はい、こんにちは。仮面ライダーです。ザ・フォレスト、続きをプレイしていきたいと思います。今回、弓作ろう。さすがに飛び道具がないとね、洞窟、怖いからね。弓は、棒と、制作された弓矢ってやつがね、弓なんですよ。弓矢って書いてあるけどね、おかしいんだよね、これ、表記が。ロープと布。できた。こんだけです。簡単だったわ。あと、矢を作りたいんだよね。矢を作るには、この羽と、ああ、でも、木の棒だと弱いか。骨の矢を作ろう。あれ？あ、木か。あ、消しちゃった。棒と羽と骨。羽いっぱい使うな。あ、できた。よし、骨の矢。当然、木の棒より骨の方が強いからね。あ、違う、リュックは関係ない。あとは、どうすっかな。足りないか、羽が足んない。羽すごい使うな。じゃ、羽が、足りないから、そうだね、巣箱を作ろうか。この鳥がね、寄ってくんですよ、巣箱を作ると。巣箱はそんなに難しくないはず。あ、あったあったあった。これをね、こういう木に設置できるんですよ。丸太は足りないか。どっかで木切るか。ちょっと離れたとこ行こう。近くの木切っちゃうと、巣箱を作る場所がなくなっちゃうからね。倒れるぞ。まあみんな死んでるけどね。よし、一瞬で綺麗な丸太になるの笑えるな。よし、できた。これね、放置しとくと鳥が集まって羽いっぱい落とすんですよ。もっと作るか。ここに作るかな。4つぐらい作るか。羽いっぱい欲しいしね。あ、うさぎか。お腹も減ってきたか。2つ目、あと2つ作るか。なるべくセーブポイント近いとこに。よし、ここに設置しよう。あの巣箱のどこに丸太を使ってんだろうね。もう一本。あ、当たった。あ、取れるんだ。
これで巣箱2つ分一回置いとこうか。あっちか。いて、よし、3つ目あともう1個。だ足りるかな。なんだ。あ、足元に落ちてるガラクタか。なんかトレイかなんか蹴っ飛ばしたから、あ、もう鳥いっぱい来てる。あ、やべ、あいつらも来た。サムライソードの出番だ。様子を見てるだけか。来た来た、来るか。俺の刀のサビにしてくれようか。なんだよ、来ねえのか。お、跳ね落としたかな。なんだよこいつら。あ、こいつらの看板が立ててあったから、こいつらのテリトリーなんだろうけど。焚き火作るか。いや、これはでかすぎるか。ちっちゃいやつでいいかな。そんな長居しないしね。あ、トカゲ。トカゲの皮欲しいんだよな。あいつらどっか行ったな。諦めたか。そうだな、罠張ろうか。枝全然足んないな。枝取ってくるか。枝全然ないな。なんかこの辺人為的に道作られてるね。そんで枝が伐採されてんのかな。あのトカゲ欲しいな。やるか。ちょっとお腹空いてきたからな。早いな。多分今日は狩りの回だね。こういう時に限っていないんだよな。あれ？いないな。風吹いてきたからどっか行っちゃったのかな。なんか天候が悪くなってきたね。雨来るかな。あ、どこ行った。草が邪魔で見づらいな。もっと開けた場所行かないと。どこ行った。あ、行っちゃった。一応これ回収できるんだよね。さすがにちょっとお腹空いたから何か食べるかな。あ、いたわ。
羽落とさないな。おかしいな。時間を置くとね、羽がいっぱい落ちてんですよ。とりあえず、生の足食うか。くべて。こんがりと焼き上がるのを待ちましょう。臭そうな足だな。よし、食べ頃だ。美味しいです。むせてたけどね。お、まだ小鳥や。あ、鳥すげえいっぱい来てんな。そんな大好評か。この前には羽落とさねえな。よし、普通の肉。人肉食べてもね、回復力はちょっと少ないんですよ。ないよりはマシだけどね。腹は膨れるけど、あんまり美味しくないのか。体力がね、あんま増えないんだよね。空腹は紛れるけど。よし、食べ頃だ。またあいつら来てるな。目の前で仲間を食ってるからね、こっちは。それは怒るよね、普通。あ、木登ってる。やんのか、こら。サムライさん、サムライプレイ、続きで万歳。あいつがボスか。あいつやるか。おめえは俺を怒らせた。ちょっと体洗おう。あいつらの汚え血で感染しちゃうからね。薬飲んで、ちょっと体力回復させよう。あ、やべ、あいつ仲間呼んでんな。増援が来そうだな。あいつの梱包が痛いからな。群れのボス倒すのがセオリーだよな。あの派手に着飾ったやつをやっちまおう。あいつ、やかましいな。こいつを黙らせる。黙らせろ。よし、静かになったな。おっと、よし、お前は何も見ていない。巻きくべようか。いるな。お前も燃やしてやろうか。よし、サムライブレイ、サムライソウ、やったか。いい焚き木が手に入ったぜ。よいしょ。さっきのやつも持つか。どこだ？暗いな。ちょっと体洗おう。あいつらの汚え血がついてるから。確かこの辺に転がって
ってたような。あったあったあった、群れのボスか。こいつの持ってる光るドクロ欲しいんだけどね、取れないんだよね。じゃあ用済みだからもうそう、骨いっぱい取れる。あ、羽よし。風強くて回ってっちゃうんだよな、ウサギ。あ、すごい動物が集まってきてる。あ、毒か。毒だけどそんなにねダメージは大したことないから。羽取れねえな。ちょっと寝るか。寝たからお腹空いちゃったな。食料何も作ってないんだよな。くそ、トカゲ取りてやるか。狩りの時間だ。今早朝、早朝か。なんかいるか。いたいたいた。あ、逃げたか。せっかくウサギのブーツ履いてるから隠密で行こうか。どこ行った。こういうとこに逃げてくれれば見やすいんだけどな。あ、また来た。こいつでいいや。試し撃ち。それ当たった。うりゃ。3発当たった。あ、逃げたわ。さすがに痛いわな。ちょっと俺の弓矢返してよ。大ダッシュで逃げやがった雑魚が。さすが、あ、まだいるわ。さすが飛び道具強いわ。あの程度は刀で。帰ってきたなこいつ。あの野郎、何しに戻ってきた。あいつやるか。ぐらい。サムライブ。アラキルバンザイ。いていてて。なんか装備してるこいつ。やった。あ、いていていて。さっきのやつ。いていていて、死ぬ死ぬ死ぬ。スーパー撤退。瀕死だわ。ちょっとお薬決めようか。とりあえず飲み物飲んで、飲み物食って。薬ももったいないんだよな。回復するの待つか。やっちまうか。気づいてない？気づいた。そう、俺の弓矢3本盗んだからね。とりあえずこいつ持って帰ろう。消えちゃったか。
いけねえ。やべ、焚き火壊しちゃった。とりあえず、食料、確保しとくか。よし。今、焚き火、叩き壊しちゃったから作んなきゃな。作ったもんね、攻撃すると壊れちゃうからね。あ、枝がない。枝取り行くか。なんでここ枝がないんだ？人工的に道作った感じだね。あった。枝生えてねえな。あった。水の音聞こえる。あ、だあ、あ、水あるわ。綺麗な水だけどやっぱ腹壊すんだな。あ、足がいる。弓矢、弓矢。鹿は欲しい。鹿は絶対欲しい。そーっと。あ、気づかれたか。ここは狙えるかな。もうちょっと。おらか。当たった。奥まで行ったな。鹿は絶対皮が欲しいんだよ。水筒作りたいからね。奥まで行った、あいつ。確かこれ出血してるから時間経つと倒れるんじゃなかったっけ。それ当たってない。あれ、あ、弓矢がね、使い切っちゃったか。しょうがねえな、接近戦でやるか。撃てないもんな。だいぶ弱ってるんじゃないかな。跳ねないからな。跳ねないわ。接近戦でやるしかねえな。サムライソードでやるか。水飲んでんのか？サムライソード。よし。やった。やっぱ弱ってたな。よし、皮ゲット。肉取って。頭はいいかな。帰りな。狩りに夢中で遠くまで来ちゃったわ。鹿借りたのはラッキーだった。水筒があればね、当然水筒だから水を運べるから、いざという時も水分をね補給できるんで。
あねねえな。惜しいな。一回寝ないと来ないんだっけ。あ、もう腐ってんなこいつ。とりあえず焚き火作って焼却するか。臭いから。よし、足焼くか。枝が手に入んないから、これが作り上げられないな。あ、鳥いっぱい来てる。よし、もっとくれ。あ、足ができた。まずいんだろうな。腹は満たされたけどね。羽落とさねえな。直接貼った方が羽取れんのかな。たまに枝が落ちてる。こんなにウサギがいっぱいいるのに矢が作れない。カラスか。直接やっちまうか。逃げちゃった。槍で割ってみるか。そうだな、肉いっぱいあるから物干し台が欲しい。あと枝一本。あ、やべ、下手すると巣箱壊しちゃうな。こっからならいけるか。あ、よしよし、あった。これ鹿の肉干そうか。鹿一頭でね、4つ取れるんだよ。あと手首。これで食料は当分は心配ないか。とりあえず足食うか。もうナチュラルに足食うかだもんな。ちょっともっと羽落としてくんないかな。よし、焼けた。美味しいです。やっぱ体力増えねえな、あいつら食っても。ちょっとしか増えない。胃が満たされるだけだ。やるか。よし、羽ゲット。いや、飛んでっちゃうんだよな、これ。普通に当てにくいな。
また来た。この俺の作ってる干し肉が欲しいんだな。あいつら干し肉食っちゃうんですよ、ほっとくとね。いや、いっぱい来たな。この辺あいつらの巣か。やるか。俺の肉を狙ってんな。あいつは自分の仲間を食っちゃうからな。おかげいないかな。あ、来たな。どこだ。だな。この野郎。俺の肉に近づくな。その腕だったら食っていいけど。サムライさん。ズズキに成敗。乙女。解釈いたす。よっこいしょ。薪が手に入ったぜ。ちょっと羽やっぱ倒した方がいっぱい手に入んな。下のガラクタがうるさいな。矢を作るか。骨の弓矢。罠も作りたいんだけどな。棒がなくなっちゃうんだよ。骨はいっぱい。棒が足りない。よしよし。あ、また来てる。登ってんな。あいつ登ってる木切ったらどうなるかな。切っちゃうか。まだいる？声がするな。行っちゃうか。入り落としてやる。早く降りてこないと死ぬよ。あ、降りてきた。くそ、お前いいもん持ってんじゃねえか。サンズの川が見えている。薬。あの野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、やるか。いざ尋常に勝負。やかましい。
あれこいつさっきのやつか、さっきのやつかな、散々弓当ててやったやつ。あれ倒さなかったっけ、違うやつ倒したか。よし、これでしばらくあいつらもおとなしくなんだろう。あとは飲み物欲しいけど、近くに水がないな。もうちょっと弓作りたいんだよね。飛び道具いっぱいあれば洞窟探検が楽だし、また水分補給用の水筒も作りたい。こいつ壊すと棒が手に入るから、棒と布。こういう時看板があると助かるわ。枝を集めるだけのつまらない動画だな。もういっぱいか。じゃあ矢を作るか。骨弓矢、よし、作れるだけ作ろう。棒、だいぶ矢が増えてきた。で、鹿の毛皮とロープ、あ、毛皮2つか、もう1頭買んなきゃダメか。これ1頭欲しいな。鹿いないかな。今回は狩りがメインですね。このクレーターみたいな穴中心にして探索すれば迷いにくいね。確かこの先にいたんだよな。ウサギ、暗いと狩りも難しいか。一回寝るか。お、羽。あったあったあった。あ、やっぱ時間置くと増えていくのかな。
ああ、夜になっちゃったな。金ないな。ひでえ。あ、ちゃんと肉は食うからな。え？あれ？ハギどこ行った？ハギ消えちゃったわ。あ、やっぱあんま材料使わない焚き火とかすぐ壊れちゃうのかな。いや、ちゃんとした焚き火作るか。一回寝よう。そこそこいい焚き火、これ石使ったやつね。これ作ろう。あと石か。石がいっぱいあるからいいか。よし、なんか食うか。鹿の肉食うか。あ、乾燥させた。乾いたな。使うのもったいないか。手食おう。あいつらの汚ねえ手を。腕を装備して腕。あ、やべ。いけね、壊しちゃった。せっかく作った焚き火壊しちゃったわ。あいつらの汚い手のせいで。そのまま食っちゃおう。カリじゃないよ。よし、これで携帯食はたくさん作れたね。一応腕も乾かせて持ってけるんだ。乾かしとけばね、腐んないから。よし、地道に羽を集めていく。足りるかな。よし、いけた。だいぶ骨の矢増えたな。あと火炎矢を作りたい。しかアルコール使ったよな。どうやって作ったっけ。酒と、あ、酒と木の矢か。じゃあ弓じゃない。槍か。普通の矢を作って、これにアルコールと布か。あ、できた。よしよし。これね、相手にぶつけると炎上するんですよ。羽がない。また羽を集めるか。火炎矢はね、敵に当てると継続ダメージを与えるから、はい、ボス戦とか有効なんだよね。
穴いないか。何にもいないわ。遠出してみようか。北の方に向かってみよう。あいつらいるな。この穴の北の方か。あ、やべ、いる。気づいてるか。いっぱいいるな。ちょっと刺激しないように行こうか。さすがに4体とか無理だからな。あいつがリーダーか。いざとなったらあいつやるか。よし、やり過ごせたな。ないか。 あっちに家のマークがあるからセーブポイントがあるはずなんだよ。どこまで飛ばされたこれ。あ、ウサギいる。あれもウサギか。狩りするか。俺のシューティングテクを見せてあげるよ。ここ。よし、やった。もう一体いるな。向こう。あ、逃げた。向こう。なかなかやるな。あ、そう、肉取ってないわ。解除ってどうやんの？わかっ。よし。甘え解除ってどうやんだっけ？帰ってきたな、あいつら。気づいてないか。羽いっぱい取れる。なんでこんな近くなのに逃げないんだろう。よし。すまんな。だいぶ羽折れたんじゃない？拾えない。もういっぱいか。あ、小さい肉いっぱいだ。焼くか。この辺りで一番安い焚き火作るか。ウサギ焼こう。
れか。小さい肉は小さい肉で消費しないと取れないのか。よし、跳ね跳ね。合ってっちゃうんだよね、これ。よし。あ、もう焼けたか。焼けた。すごく美味しいです。今肉いっぱいあるから、こそうか。せっかく持ってんの腐らしちゃもったいないからね。鶏の肉は干せないんだな。小さすぎるのか。まだ羽足んない？もうちょっと効率よく羽を集めたいな。結構時間を置くと巣箱に溜まるんだよね。今回は狩りを楽しむか。ウサギすごいいるな。ていうかトカゲ、トカゲの皮欲しいんだよ。どこ行ったあいつら。トカゲとあと鹿、トカゲと鹿探しに行こうか。ウサギはいっぱいんだよな。ここやったか。よし、FPS でね、俺はスナイパー係だから。スナイパーならお手の物だよ。これは、あ、持ってた肉か。もう乾いてるから。黒くなってるのが乾いてんだよね。あ、俺も喉乾いたからジュース飲むかな。スローライフだな。一応これ鶏の肉なんだけど、焼き上がるとでかくなるね。これでさっきの鶏拾えるか。消えちゃったか。そうそう、あの弓矢の弓入れ作ろう。弓入れはウサギの皮とロープ、これいけるか。よし、弓入れ。これでね、弓いっぱい持てます。他には、あ、あと入れ物。何の入れ物だ、これ。ああ、あの、これね、装備してると、ブルーベリーとか収穫できるんですよ。持ってけるってことだね。あと、毒の実もね、持ってけます。毒の実持ってると毒矢作れます。あとカセットプレイヤー聞いてみるか。ん？あ、テープ入ってないのか。組み合わせてこれで
装備して開ける。あ、いいね。これ BGM にして狩りするか。テンション上がってきますね。うん、ノリノリだぜ。あ、獲物いないね。もういいや。獲物一匹もいねえ。乾いた肉取って、まだウサギ生か。ウサギだけ乾かしていこう。おかげいなくなっちゃったな。目を集めて、あ、ね、すぐ待っちゃうな。あれ、普通に刀で切った方が早いかな。さ、取りにくい。鳥だけでいい。シャを作って、火炎矢作るか。いや、その前に風吹いてきたな。木の実を収穫したいけど、あと鹿がね、鹿欲しいんだよ。鹿の皮、水筒があともうちょっとで作れるから、少し遠出しとるか。この辺鹿いそうだけどな。いいね、この狩りをしてる感。水飲むか。飲めるか、これ。いける。むせたわ。刀洗えないかな。あ、ウサギ。ウサギより鹿が欲しいんだよな。お、いねえかな。
あ、いた。気づかれたか。絶対に逃がさん。あ、なんだあれ。リス？いや、邪魔だな。後ろから行くか。あ、気づかれた。一応当たった。よしよし。一応隠密性を上げてあるんだけど、あ、こっち来た。今だ。よし、やった、やった。あ、肉もいっぱいか。食べるか。そんな狩りなんて音するか。頭は水の中に。よし、じゃあ水筒作ろう。よし、水筒できた。川の水筒か。これね、煮沸した水を汲むことができます。あ、もう一匹いる。くそ、逃げたか。と、鹿の皮でね、ウォームスーツってやつが作れるから。当たった？あいつハマってる。今がチャンス。ハマってるわ。よし、やったか。あ、まだ生きてる。刀でやっちゃうか。あ、やべ、逃げた。背負いだからそんなに遠くには行けないはず。早いな。やったわ。あ、もう肉いっぱいか。乾燥した肉食うか。焚き火してちょっと焼いてっか。乾燥した肉はなるべく温存したいんだよ。また鳥が。すまんな、お前の仲間めっちゃ食って飼ってるけど。
鬼だわ。羽もっと欲しいな。ただだいぶね、羽いっぱいあるな。だいぶ装備も整ったし、そうそう、洞窟探検するか。どの辺だここ。狩りに夢中でだいぶ離れちゃったけど。あ、鹿。あと鹿で作るんだ。そう、ウォームスーツ。鹿の皮6つも使うのこれ。あと槍の袋作れるね。じゃあ少なくともあと5頭以上か。あ、リスいる。リス狩れる？素材の中にリスの皮はないけど。あ、当たった。当たったわ。あ、普通の肉になっちゃうわ。これ皮は取れない。暗いな。ん？なんだこれ。人型。これいつの間に増えた？あいつらのね、あいつらの体作って警告のためのね、看板立てられます。あれ立てるとなんか敵寄ってこないらしいんだけど、本当かどうか怪しいけどね。とうとうこっちが食人鬼になっちゃったわ。あ、やべ、雨降ってきたな。モスか、ここに、ここに立てるか。小屋立てよ。あー、まずいな。覚えてきた。焚き火作るか。オーバーだと凍傷になっちゃう。凍っちゃう、凍っちゃう。今南にいるのか。寒い。 あったかい。あったかいです。なぜか雨降ってても火は消えないんだよね。いつもの小屋作るか。どこ作ろう。もうちょっと開けたとこ。ここでいいか。なんか隣に見えちゃいけないもんが見えてるけど。
コール温まんないと。温まるわ。こんな丸太抱えて走ってれば温まりそうだけどね。まだ切んないと足りないか。おる、こうちゃん。こんだけ動いてれば温まると思うんだけどな。倒れるぞ。すごい、すごい切りもみ回転して倒れたな。あ、まだちょっと足んないか。だ、これでいいや。これで完成するんでしょ。さあ、感づかれたかな。あ、いるな。サムライソード装備。ほら。あ、いた。くらい。通じ切り万歳。いて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 。死ぬ死ぬ。のしかちょう成敗成敗。いていて、あ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死にたくないです。よし、巻いた。薬ちょっと待って、回復させるから。かわしいわ。地獄へ落ちろ。ふざけやがって。あ、巻きが手に入ったからいいか。嘘でしょ、まだいる。こいしょ。綺麗な炎だろ。仲間で燃やす炎はな。見てる、みんな。あ、あっ、ちょちょちょ、あっ、あちょちょ。雨降ってると消えるの早いな。あいつはどっか行ったか。よし、回復した。完全回復。
骨取って。頭蓋骨はいらない。セーブするか。これね、セーブするときね、敵が近くにいるとセーブできないんですよ。やだな、こんな周りに死体があるとこで寝るの。果てといてなんだけど、セーブしよう。その前に朝にしようか。セーブ。なんか震えてるから寒いのか。まだ毎回あいつらのテリトリーにキャンプ張ってるよね。嵐になってきたな。これなんだ、人の皮か。多分これ入れ墨を剥いだ皮だからヤクザか。ヤクザの皮を剥いで飾ってんのか。まずは体を温めないと。これだけあればいいかな。生肉持ってるから焼こう。天気荒れてきたな。天気落ち着いたら移動しようか。あ、いけねえ、壊しちゃった。貴重な肉と火が。ちゃうか。北に向かうか。ちょうど穴の北側に行ってみよう。こっちが北か。西から回って北に行こう。トカゲ欲しいんだけどな。トカゲいないんだよね、欲しい時に限って。水の音。この辺りまだ探索してないな。リポカバーあるな。ちょっと調べてっか。こっから行けそうだな。ああ、なんかキャンプするには良さそうな場所だな。薬使っちゃったから薬を
薬薬。着替えた。ここに拠点作るか。いい場所だね。石はいっぱい。あ、トカゲいる。待て、早いな。石、なんだ、泥かぶったのか。ねえ、このゲーム泥かぶってステルス性を上げられるんだよね。なんか焼いて食わないとな。先にいっぱいいるな。あ、違う違う、弓矢を構えて、こ、あ、くそ、やったか。よし、やった。ダギヤコ、今日は1時間超えたけど、拡張版ということで水汲んで煮沸します。水筒ね、煮沸したら水筒に移すことできます。普段はこれ煮沸してここで飲んじゃうから消えちゃうんですよ。それを持ち運びできるようになりました。ぶくって、いけるか。あ、これで産んだことになったのか。あ、そうだね、 100% って書いてあるから、確か3回ぐらい飲めたかな。あと今飲みたいから、ずくむだけなのにジャキーンと音笑えるね。あとは寝床作んないとな。この丸太ちょっと使うやつするか。丸太もうちょいか。
と一本か。あれ？あ、石か。まだ石足んない。ちょっと避けとこう。できた。あとはこの干し台作るか。畑作れるな。あとで作るか。この辺に焚き火の近くがいいか。肉干して、水飲まないと。うん、こうやってまず水汲むじゃないですか。これね、煮沸する前にで肉をね装備して入れると鍋に入れられんですよ。なんかいるな。食人族シチュー作ろう。アロイもぶっ込むか。来たな。やってやるよ。アロイ入れて匂い消し。ちょっと食事中だから邪魔しないでくれ。この腕欲しいの。はい、いっぱい背負ってるじゃん。6倍のやつだ。あ、痛い痛い痛い。よし、お前分かってるな。わしサムライさ、サムライさ、痛い痛い。ちょっと待て、話せばわかる。さすが侍ソード強えな。リーダーやっちまえば。よし、リーダー倒したぞ。逃げたわ。やっぱリーダー倒すとあいつら逃げてくか。あれ？あ、あれスタート地点だか。そうだ、スタート地点戻ってきた。こんな近くに来てたんだ。トカゲ。あ、最初の来たまんまか。あ、肉干したままだ。生首ちゃんと干してあるね。食べるか。開けてないのか。体洗おう。ここ開けてないのが残ってるな。薬が欲しい。
そういえばまだ鍋に火かけたままだったな。そうだね、この岩が目印になる。食べ頃だ。人肉シチュー美味しいです。こんな感じでね、シチュー作れます。ちょっとどうするか、ちょっと木陰で化けれ、水あんまり目立たないようにバラすか。よし、新鮮なもも肉。新鮮な手羽先。よいしょ。狂ってるわ。あ、今回はだいぶ装備を整ったからこの辺にするか。次回はね、ちょっと洞窟調べに行こう。あれ、開かない。よし、スナックか。骨も取れた。そうだね、あと指はもうちょっと作るか。指増やしたら洞窟に立ち込みに行きましょう。それではご視聴ありがとうございました。